はい、8時になりましたので、日向プライマリーケア、6組 IR ライブを開始したいと思います。本日は投資家の皆様、ご参加いただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日は、6月27日朝の10時から、日向プライマリーケアの第17回の株主総会を、させていただきまして、その時にですね、黒木から経営戦略説明会という形で、株主様に向けてですね、現地で、セミナーをさせていただきました。で、その時にご質問をいただいてたり、しました、いただきましたので、その時の回答とかも、全部録画してますので、まずはちょっとそちらを、見ていただいて、その後に、質問にお答えできるだけ、時間の許す限りやっていきたいなと思っております。紹介は忘れましたね。今日はですね、代表の黒木、あとは企画本部の原、で、取締役の大西の3人で、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日も質問をお受けいたしますので、原さんの方から、質問の仕方と、ちょっとレクチャーいただいてもよろしいですか？本日も皆さんからの質問をお受けいたします。画面上の Q&A よりご投稿ください。経営戦略説明会の、様子をお届けした後ですね、時間の許す限りご質問にお答えして、まいります。なお、経営方針や事業に関すること以外に関してはお答えしかねますのでご了承ください。では、よろしくお願いいたします。はい。では早速、動画の方よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。本日は株主総会に引き続き、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。日向プライマリーケアの黒木でございます。それでは、画面に映っている資料を使いながらですね、当社の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。まず簡単な会社概要なんですけれども、ビジョンとして24時間365日自宅で安心して利用できる社会インフラを作るというふうな、会社のビジョン、理念ですね、をもとに、会社を運営させていただいております。事業内容として後からご説明差し上げますけれども、在宅訪問薬局事業、キラリプライム事業、プライマリーケアホーム事業という、この3本の柱で、事業展開を今、させていただいております。株主総会でも少しお話しさせていただきましたけれども、そのようなですね、これから在宅医療介護の時代が来るという中で、地域包括ケアというのは、国策として今、厚労省をはじめですね、進めている中で、そこの運営だったりとか仕組みだったりとかを提供するプラットフォーマーというところで、事業展開を、させていただいております。で、事業環境なんですけれども、これ皆様ご承知の通りですね、高齢化社会が来てますと。で、2025年問題としてですね、いろんな施策、国が打ってるんですけども、今後も進んでいきますと。で、2055年に関しましてはですね、あと30年後ぐらいだと思うんですけれども、その時は私も、75歳を超えるので、ここの人一員になるんですが、4人に1人が75歳以上と。で、老老介護の現実というところで写真貼らせてもらってるんですけれども、そういうふうな時代がもうこれからやってくると。で、かつそういうふうに高齢者が増える中でもですね、国としては病院のベッド数を削減して、その分、家で見てくださいというところが、方針となっておりますと。で、現状の要介護認定者でもですね、現在690万人というところで、80歳以上に関しましてはですね、3割4割がもう該当しているというような状況ですと。で、そういう状態ですので、市場分析というところで、どれくらいの玉があるかというところなんですけれども、非常に大きな市場になります。で、日本においてですね、これだけ市場がこれから増えていくっていう産業というのはそんなに多くないのかなというふうに思っておりまして、我々が、第一ステップっていうか、当初始めた在宅訪問薬局に関しましても3200億円ぐらいの市場がありますと。で、第2ステップのキラリプライム事業ですね、ノウハウ提供の事業に関しましても3200億円と。で、これも市場成長率6%と。で、
第3ステップで始めましたプライマリーケア本部事業に関しましてはですね、約13兆3000億というところで非常に大きな市場になっていて、まだこれが成長していってるっていうところがですね、弊社としてはそこにどう、サービス提供していくかとか仕組みを作っていくかというところで、非常に大きな市場があるというところをですね、ここに見させていただいておりますと。で、2024年3月期のサマリーなんですけれども、これは IR 資料なんかでも載せさせていただいてるんですけれども、結果としてですね、通期の営業利益で 34% 増と。で、4クォーターの営業利益に関しては前年比で 1.8 倍というところで、成長を続けておりますと。で、売上に関しましてはですね、2025年の3月期の予想というところで売上高が 14.1% 増、営業利益が 31.5% の増益を見込むというところですと。で、ここにセグメント別のですね、営業利益の推移というふうに書かせていただいているんですけれども、2025年3月期に関しましてはですね、今まで2本柱のところが3本柱というところで、全体で9億2900万円と、営業利益率で 9.8% というふうな成長を見せるというふうに見込んでおります。で、それに伴い、先ほどのような社会環境がある中でですね、今回診療報酬改定と介護報酬改定というところが行われましたと。で、ダブル改定っていうのはですね、6年に1回の改定なんですけれども、前お話した通りですね、高齢化社会がこれから一気に加速すると。で、2025年問題というふうな形でですね、厚労省もいろんな施策を打ってきたんですけども、その2025年の直前の改定というところで、大枠はですね、これ書かれている通り、在宅医療、介護が全体的に評価され、全体の重要度としても増しているのかなというふうに考えております。実際事業別のですね、報酬改定における、インパクトというところで、どういうふうに見ているのかというところなんですけれども、まずは在宅訪問薬局事業に関しましてはですね、処方箋の単価がですね、在宅患者さんに関しては350円アップするというところですと。で、これが年間で6000万円ぐらい報酬増を見込むというところで、皆さんもご承知かもしれないですけれども、他の門前型の薬局さんとか、病院の中に薬局を作っているような、他の上場しているような会社さんに関してはですね、大幅減というところが診療報酬改定でございましたので、そういった意味では在宅訪問に関しましてはですね、プラスの改定だったというところが言えると思います。これが先ほど申し上げた通り、全体の流れからする国が進めていきたいというところの一つ影響かなというふうに思っておりますと。で、キラリプライム事業に関しましては、もちろん直営の薬局と同じようにですね、在宅訪問に関しては評価されたっていうのは、もう皆さん、業界でもですね、そういうふうな流れっていうのは皆さん分かっておりますと。で、ここに書いてある通りですね、調剤薬局としては、もう本当にこれから在宅に踏み込んでいくのか、もしくはもう本当にしないのかっていう選択もあるのかなというふうに思っていて、そういった意味ではですね、二極化するのかなというふうに思ってますと。ではその二極化する中でですね、在宅注力型の、加盟店もしくは加盟店候補になるような薬局さんにですね、いろんなサービスを提供していくというところですと。ただ全体としてはですね、やはり在宅を進めないと点数が下げられていくということは、業界では、周知の事実になっておりますので、そういった意味ではですね、これから取り組んでいこうという薬局が増えていくのかなというふうに思っておりますと。で、最後にプライマリーケアホーム事業なんですけれども、定期巡回随時対応型訪問介護看護においてはですね、 1% の報酬減というふうに書かれておりますけれども、これはですね、介護保険の部分というところでして、影響としてはそんなに大きくないのかなというふうに思ってますと。で、それと変わりでないですけれども、医療依存度が高い、これ介護と医療と自費の部分って3つの柱でしてますので、その医療依存度が高い患者さんをですね、入居することによって、その分に関してはプラスになっていくのかなというところで前向きに考えております。一つ一つ、アクションプランというところでお話しさせていただきます。で、在宅訪問薬局事業につきましてはですね、人材確保の取り組みというところで、前期株主総会でもお話ししましたけども、離職率が増加したというところが非常に会社としてもですね、課題ですし、私自身も大きな問題だなというところで、受け入れつつですね、今期に関しましてはですね、この書かれている通り、HR 人事部門との
連携を図りながら、まあ、1年以内の離職っていうのが大きな割合を占めますので、まあ、そこのところに定期的に仕組みとしてですね、先に入った方からこう面談を導入したりとか、まあ、そういったところを踏まえてですね、1年間の離職を抑制していくと。あと在宅専門店というところで、これも株主総会で少しお話しさせていただきましたけれども、まあ、今までもドミナント展開っていうのをしてたっていうところはあるんですけれども、またより緻密なですね、まあ、綿密なっていうか細かい単位でのドミナント展開をしていくというところですと。で、配送効率に関しましてもですね、そこのところしかやっていって、それが直結していくというところで、まあ、期中では5店舗の出店を予定してますと。で、3つ目がこのセントラルキッチン方式というところなんですけれども、これ今大阪の方でですね、国家戦略特区で、まあ、いわゆる調剤業務を他の薬局で外部委託できるというところを国として、国家戦略特区内で今実証実験をしていますと。で、一本化に限るというところなんですけれども、在宅の薬局はほとんどが一本化ですので、そういった意味ではですね、効率を上げていく意味では、飲食とかもそうだと思うんですけど、セントラル、一つの母店でいっぱい作って、それをこう配送していくって形っていうのがですね、今後解禁されれば非常に効率性が上がるのかなというふうに考えていまして、そういったところをですね、取り組んでいくというところです。あと新たなエリアの進出というところで、現状福岡、神奈川、千葉っていうところで、高齢者の需要増が大きいところっていうところで、出店していたんですけれども、それ以外のエリアに関しましてもですね、今期中、出店を目指していきますというところです。これが先ほどの国家戦略特区で行っている調剤業務の一部委託解禁の可能性というところで、イメージの図なんですけれども、中核の薬局で作ると、これ何がいいかというとですね、在庫も中心でこの中核薬局で置けますし、あと今は一つ一つの店舗に機材とかっていうのとか、あと場所の問題ですね、広さの問題でなかなかオペレーションが難しいっていうところをですね、在庫も置けば人も置かないといけないっていうところなんですけども、それを中核薬局で進めると。で、一本化したものを配送していくっていうところですね。将来的にはプライム加盟店先さんなんかともですね、そういった連携ができるというところで、労務効率を高めていく取り組みというところで考えております。続いてキラリプライム事業なんですけれども、新しいところを少し書かせていただいておりますと。で、在宅薬剤師を、我々からこう加盟店に派遣していきますよっていうところであったりとか、あと今既存のですね、電子薬歴システムさんと、弊社が開発しているファムケアっていうところの、自動連携というところを今、着手しておりますと。これが自動連携できればですね、また現場としても効率性が上がっていくっていうところなので、そういったところだったりとか、あと既存の電子薬歴さんとですね、一緒に販売していくというふうなサービスっていうのも開始していきたいというふうに思ってます。あと事業承継薬局半存サービスというふうに書かれておりますけれども、こちらですね、寡占化が進んでない、この業界ですと。で、中小薬局さんが多いとなると、後継者問題というのがですね、やはりどの業界でもついてくるのかなというふうに思っていまして、そういった薬局さんに対してですね、弊社コンサルティングをして、しっかり事業承継の手伝いをするというふうなサービスも開始させていただいております。で、最後に高齢者施設建設運営支援サービスというところで、こちらもですね、今薬局を運営されている、結構店舗数がそれなりに大きい会社さんに対してですね、弊社の高齢者施設だったりとか、そういったものの運営のコンサルティングを提供していこうというところで、2、30店舗あるような薬局さんでもですね、これから点数がとか、もちろん在宅は在宅で伸ばしていくっていうところはあるんでしょうけども、薬価等の減少とかも含めて、どうやってこれから生き残っていくかというところは、各オーナー課題に思っているところはあるのかなというふうに思っていまして、そういったところにですね、弊社のノウハウを提供していくというところを、展開していこうというふうに思っています。で、プライマリーケアホーム事業なんですけれども、施設の増設の体制を作っていくと、今2棟、運営しておりますけれども、これから、どうやって増やしていくかというところの体制の整備であったりとか、今期に関しましてはですね、熊本市、福岡じゃないところで出店というのもチャレンジしておりますので、そういったところをですね、
プライマリーケアホーム事業としては、展開していきたいなというふうに考えております。で、今後の成長の計画なんですけれども、これ、開示している資料ですけれども、25年3月期に関しては94億で9億円と。で、来期に関しま、26年3月期に関しましてはですね、110億円、13億円というところで、成長計画を、立てております。で、こちらですね、いいところも悪いところも、アップサイド、ダウンサイドというふうに書かせてもらってますけれども、お話しさせていただこうというふうに思っていますと。先ほどお話したところの繰り返しになる部分もあるんですが、在宅訪問薬局についてはですね、一部業務委託であったりとか、専門店をもうちょっときめ細やかに出店していくことによって、在宅患者さんを受け入れる体制を作っていくと。で、懸念点としてはですね、薬の購入、薬価下がっておりますので、あと原価も今円安の影響とかで、上がってるってところはあると思うので、そこの仕入れ価格の交渉だったりとか、あと離職率高止まりっていうところの人手不足っていうところは、ダウンサイドとしての可能性としてはあるかというところで、これに対してはしっかり対策を打っていくっていうところだったりとかっていうのをしないといけないなというふうに思ってますと。で、キラリプライム事業に関しましてはですね、先ほどありました通り、診療報酬改定があって在宅が評価されるというふうなところが出てきてますと。それで加盟法人数が増加っていうところで、足元の数字もですね、診療報酬改定があった後が、加盟点数としてはですね、非常に好調なこの4月5月だったのかなというふうには思っていて、そういった意味では加盟で法人数が増加していきますよと。で、逆にダウンサイズとしてはですね、実際閉めるというふうなですね、薬局さんもやっぱり中には出てきていて、これ以上はもう対応できないと。二極化という話、先ほどさせていただいたと思うんですが、そういったところでですね、閉局する薬局さんも中には出てくるというところで、両方あるのかなというふうに思ってますと。で、リージョンプライムの新サービスの展開ですね、先ほど介護施設のコンサルだったりとか、そういったところの人の育成だったりとかっていうところがあるのかなというふうに思ってます。で、プライマリーケアホーム事業に関しましては、福岡以外の地点での開設の増加っていうところが、今期、熊本で先ほどお話しさせていただいた通り出ますけれども、そこをどう増やして、いける体制を作っていくのかっていうところでありますと。で、あとダウンサイドとしてはですね、建築費も非常に今上がっています。なので、そういったところであったりとか、あと、初めに少し投資がかかる事業ですので、そういった意味ではですね、足元が少し悪くなるというところがやっぱりどうしても出てしまいますので、そういった意味ではですね、そこが、懸念点としてはありますと。なので、そういったところをですね、先ほどお話した高齢者施設のコンサルみたいなところで交換していくというところが非常に重要かなと思っていまして、こちらの方もですね、今数社お話しさせていただいていて、まだちょっと細かい話まではできないんですけれども、手応えを得ているというところがあるというところでございます。で、すいません、最後になって毎回ここでお話しさせてもらうんですけれども、やはり私自身、理念というのを非常に重要にしていて、働く意義だったりとか、この会社が存在する意義って何かっていうところは、これはずっと話し続けないといけないし、自分自身も思ってないといけないのかなというふうに思っています。で、これホームページから、抜粋したものなんですけれども、実際問題ですね、高齢者の方がこれから増えていくって中で、これ、高齢者の方の家の冷蔵庫に貼ってる緊急連絡先、何かあった時にはここに電話してくださいっていう、この老老介護だったんですけど、そこのおばあちゃんだったんですが、そのおばあちゃんがですね、何度も何度も薬局として連絡して、うちにですね、いつの間にかこうやってキラリ薬局っていうふうに、電話番号を書いてくれていて、お医者さんは結構あるんですけれども、薬局ってあんまりそこに、ね、入ってないイメージだったんですが、やり取りしているうちにですね、いつの間にかこういうふうに電話番号を書いてくれていて、私たちの仕事って、もちろん薬届けたりとか介護サービスを届けることだと思うんですが、やはり理念にもあるように、自宅で安心することが、何かあったらここに電話しようとかっていうふうに思ってもらえたのかなっていうふうに私非常に思ってました、この時。現場にいたんですけど、で、そこでちょっとおばあちゃんいいですかって言って、写真撮らせてもらってですね、これを、いつも、こういう話もする時でも
っていうところをやっぱりこの会社を通じてやっていきたいなというのは非常に強く思った一つの事象なんですけれども、そういった意味でですね、もちろん経営としての数字ももちろん大事なんですけれども、やはり、一つそういう何て言うんですかね、数字のところであったあるところと、やっぱりそういう理念のところ、僕らがここにいる意義っていうところをこううまく2つの車輪をですね回しながら、実際もねこれから来る高齢化社会に対して、サービス付加価値を提供できるようなですね会社にしていきたいなというふうに思っています。はい、私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。社長、ありがとうございました。続きまして質疑応答に移らせていただきます。まず事前に寄せられております質問を代読させていただきます。現在株価は低迷しており、上場来安値となりそうな雰囲気です。現状社長の認識、株価対策、株主還元に対するお考えをお聞きします。社長はたびたび株価上昇には業績が大事で株価はもう少し評価されていいと話されますが、中計で増収増益予想を出しても日頃の出来高や SNS 上では多くの個人投資家に興味を持たれていないのが現実で、まだまだ株主を増やす努力が足りないと感じています。また理念だけで株主を増やすのは到底無理な話で、配当や優待を来期には検討していただいて、上場している以上社員さんにも優しく、患者さんにも優しく、長期株主にも優しいヒューガプライマリーケアであってほしいです。このような質問が寄せられております。黒木社長、回答よろしくお願いいたします。はい、あってほしいですっていうのは会社を応援してもらってるみたいで、非常に私も頑張んなきゃなっていうふうに思ったんですけれども、株価に対してはですね、おっしゃる毎回お話ししてる通り、そこの実績を上げていくっていうところはですね、基本的には方針としては変わらないというふうに思ってますと。ただこれから、先ほども説明した通りですね、新規事業の黒字化を転換させ、営業利益に関しましても 30% 増というところになったんですけれども、結果株価が上がってないというのは事実だと思っていて、そこに関しましてはですね、やはり事業の成長と、あと株主様への、還元というところは本格的に考えないといけないなというふうに感じていますと。で、配当なんかに関してもですね、これからは積極に検討していきたいというふうに思ってますし、 IR 活動も個人投資家さん向けの説明会っていうのも最近なんですけど組ませていただいたりとかして、まだ弊社知らないっていう株主さん結構いらっしゃいましたので、この前熊本と東京で、やったんですけれども、そういった機会もですねちょっと増やしながら啓蒙活動も引き続きやっていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。では次のご質問です。ホーム事業で毎年3棟以上は難しいのでしょうか。上場しているホスピス型企業は毎年1000床以上増やす計画を出しております。ヒューガは毎年2棟なら320床程度需要がある事業なのに物足りないです。社会的ニーズがあり売上利益が見込めるヒュー売上に利益が見込め、ヒューガも社会インフラを作るという目的で成長できる事業なだけに、そこにチャンスがあれば掴むべきです。ぜひとも再来期からは年間2棟と言わず最低3棟以上建てると宣言していただきたいです。という質問です。黒木社長、回答よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私たちとしてもですね、非常にニーズがある施設ということは実感していて、現状も9割近い1棟目2棟目も、入居にもうなっているので、そこのところは非常に認識していますと。ただスタートしたばっかりのところだったりとか、先ほど申し上げたように建築費の高騰だったりとかっていうところとか、あと初めに投資がいるっていうところが非常に大きいなっ
というところもあると思っていて、まあ、大体1億円から5000万円ぐらいの間はじめ利益を吸い取ってしまうというところもどうしてもありますので、まあ、そこは体制の問題と、まあ、そういったところを踏まえてですね、今後もちろんニーズもあり収益力も高い事業ですので前向きに考えたいというふうに思ってるんですけれども、そこのバランスを先ほど申し上げたことのバランスを考えながら、まあ、これから展開していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。では次のご質問です。中計についてです。今期業績予想は経常利益9億2000万以上から8億8900万円に下方修正しています。来期経常利益13億以上は事業ごとにどのような計画でどのように成長させて利益を出すのか数字に出して分かりやすい中計資料の作成はできないのでしょうか。また経営陣から見て13億以上は十分達成可能な数字なのか、それとも厳しい数字なのか、現時点での見通しを率直にお答えください。では黒木社長、お願いいたします。はい、ありがとうございます。中計でのですね、営業利益に関しましては9億3000で組んでたものが8億9000というところなんですけど、まあ、これ施設を開局するにあたってのですね、シンジケートローンの経費なんかをこう組み込んだ結果、まあ、そういった形になったというところが、まあ、細かいですけどもそういったところだというふうに思っています。で、13億円の利益目標というところなんですけれども、現状ではですね、しっかりプライマリーケアホームだったりとかその他のですね、事業が、足についていけばですね、しっかり、望めるような数字かなというふうには私自身思ってますので、しっかりそれができるようにですね、邁進していきたいなというふうに思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。ここからは質問コーナーになりますので、質問いただければと思ってます。まあ、その質問いただくところで、今回のセミナーのポイントとして大きかったのは、まあ、業績が伸びてて、30% 以上営業利益を伸ばしてて、それでも株価上がらないんじゃないかって、もう全く私たちも同じこと思ってて、機関投資家さんとも話している中で、ね、こんだけ伸びてついてこないですねっていうところが非常に課題だと思っているところで、まあ、もう業績と株主還元っていうのはもう両軸で考えざるを得ない、考えなんですか、成長投資してるからいいしょうがないじゃんっていうのはちょっと言えないではないかというのが、私たちの考えているところで、黒木さん、そういう認識でいいですかね。そうですね、実際問題やってるのは 30% 利益伸ばすって、まあ、それなりの努力と現場も頑張ってもらってやれてるって思ってたんですけれども、うん、まあ、ただ結果として株価が上がってないのは事実だと思っていて、うん、まあ、それは我々、まあ、深く受け止めないといけないっていうところだと思いますし、まあ、その計画も織り込み済みだということだと思うんですよね、結論としてはですね、うんうん、なので、まあ、もちろんさらなる、成長と、あと、まあ、配当の話もあの中で少し出ましたけれども、配当だったりとか、うん、まあ、そのあたりもですね、うん、まあ、もう3年連続でまだ無敗というところもありますので、そのあたりも今後は積極的に、あの時も申し上げましたけれども、考えていかないといけないのかなというふうには考えています。うん、ですね。まあ、セミナーの、説明会の中で、経常利益、下方修正してるやんかっていう話であったんですけど、営業利益にか、開示してるやつが、経常利益を開示してて、で、経常利益は、黒木さんが言ったみたいに、まあ、資金調達コストでシンジケートローンを今考えてる。まあ、実際その、もう施設を建てるためのお金が、原資がいるわけなので、その準備を進めてるので、営業外、のとこが、コストが増えると。なので、実際、本業の方はちゃんと増え、もともと考えたりも上乗せされてるっていうところで、まあ、そこの伸びっていうのはですね、自分たちも自信持って、
やっていってるというふうに思っていただければなと思っています。で、あとポイントになったのが、投資家さんから、ご質問いただく中で、ホスピス系の医療保険が下がる、メスが入るんじゃないかっていうところで、そこで、ヒューガも、黒木さんは、9割近い入居率って言ってたんですけど、実際今日時点でもうほぼほぼ、1棟目に関しては100で、今お待ちいただいてる方もいて、で、麦野の方も予約含めたらもう162床に対して165ぐらいまで予約もらってる形なので、もう満床見えてるっていう状況で、そういう、好調ですと。で、一方で、そのホスピスと混同されてて、そこの説明が足らないから、全然その好調なのにそれが評価されてないんじゃないかっていうふうな、個人投資家さんからちょっとこう、ご意見いただいたっていうのは、原さんがですね、いただいたっていうのもあったんですけど、社長のそのホスピス系とのその差のとこっていうのを、もうちょっとこう、説明いただいた方がいいかなと思ってたんですけど、はい、ありがとうございます。どうしてもね、今、アンビスさんとか、ホスピス系の施設が、本当今、なんていうんですかね、旬というか、他の会社さんもこぞって立ててるような状態で、で、開示されてる資料にもあるんですけれども、やっぱ違うところっていうのが、ホスピス系の方って癌の末期だったりとか、医療依存度が高い方を中心にやっていくっていうところ、ほとんどそうですよね。ほとんど入居されてる方がほとんどそうですと。で、単価としても100万を超えるような、1人のあたりの患者さんが100万を超えるような方っていうところですと。で、今、それが今、すごい利益率で、出てて、ただその利益率を見て、国の方もちょっと高すぎるんじゃないかとか、過剰の医療行為じゃないかっていうのは新聞なんかでも今出てたりとかしてますから、それとはですね、全く別のものですと。で、何が違うかっていうところなんですけれども、その医療度が高い方の割合っていうのがまだ1割とか2割、2割もないぐらいですね。春日だったらもう1割以下ぐらいだったと思うんですけれども、少ないような状態ですと。で、1人当たりの単価も、40万円、48万円とか45万円とかって言って、いわゆるホスピスと比べたら半分の単価なんですけれども、それを大規模化の施設を作ることによってカバーしてるっていうのが弊社の施設の特徴でして、そこは大きく、元々のものが違うのかなというふうに思っています。なので、たとえ医療依存度が高い方の点数がある程度ですね、粛清されるっていうことは多分どっかのタイミングであるとは思ってるんですけれども、そこの影響も軽微であるっていうところだと思ってますと。で、何より大切なのが、いわゆる病院を経して施設に在宅に戻すっていうところでいくと、やはり病院よりも高い単価になってる場合もあるんですよね、100万円っていうのが。普通の病院って90万とか80万とかっていうところよりも高くなってると。ってなると、国としてはですね、医療費逆にかかっちゃうじゃないかっていう議論っていうのは必ず出てくると思っていて、そういう意味では45万とか近く約半分のコストでですね、社会保障費を抑えて、かつしっかりちゃんとケアができるっていうのは、やはり行政側とか、厚労省側にとってもですね、大きな一つの、選択肢になるのかなっていうところで、そこは安定軌道をですね、中長期的にできるっていうところが、弊社の大きな特徴じゃないかなというふうに、個人的には思ってます。はい、ありがとうございます。で、あと、ポイントとして、本当は、私はもうここもうちょっと言ってほしかったな、とか思ったのが、すいません、はい。調査報酬改定の影響、キラリプライムがですね、去年、あ、まあ、前期ですね、前期、加盟法人数としては順調に伸びましたと。で、加盟店舗数としては、すごく伸び悩んでいるように見えますっていうのが、特に機関投資家さんから、聞かれることが多くて、それはもう、件数から単価への、戦略変更ですというところで、ご理解をいただいているところではあるものの、やっぱり調査報酬改定の影響が4月、5月で、すごく出てますねと。
というとこで、その報酬改定が、キラリプライムの、その実際のその、なんですか、加盟件数とかに、どういうふうに影響しそうなのかっていう、4月5月である程度足元見えてきてると思うんで、ちょっとそこについて、解説いただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。一応、動画の中では少し話したと思うんですけれども、もう一回掘り下げてもう一深回、く、お話しさせていただこうと思うんですけど、改定があった後は、あった時にですね、やっぱりプライム事業に対しての問い合わせは結構増えてます。で、まあ、いわゆる研修受けたりとかしないと点数が取れないとかってですね、っていうこととかもあったりとかっていう改定だったので、今まで過去、ないぐらいの、研修の問い合わせだったりとかっていうのをいただいたりとかっていうのは実際にあって、足元4月5月に関してはですね、まあ、計画よりも、大きく上回る、まあ、ちょっと数はちょっとこの場で差し控えますけど、具体的な数はですね、なんですけれども、4月5月の足元、ちょっと6月まだ閉まってないんであれなんですけど、多く、件数としてはですね、多く、お問い合わせいただくとか、ご加盟いただいている、加盟店さんが、増えているっていうのが、本当の足元の現状です。ですね。今回のその調査報酬改定の中で、セミナーっていうか、ちゃんとこうそういう研修を受けないと加算取れませんよと。で、ヒューがもともとそういう、なんですか、コンサルやって研修やってるわけなので、そのまま、加盟店さん、今ね、1870、もっとだいぶ今度は行くでしょうけど、そういうとこが、付加価値として、今までいる人たちの、こう、リテンションですか、離脱防止にもなるし、新しい人、今まで、入ってない方々にも、受けてるっていう感じですかね。そうですね。まあ、おっしゃる通りで、離脱防止っていう、まあ、数が増えてくると、まあ、正直その、まあ、これもいいも悪いも、やっぱりケアが追いつきづらい状況にはどうしてもなってくると思うんですよ。そのなりに、3年、4年、ものすごいスピードで伸びていったっていうのは事実だと思うので、で、まあ、そういう部分も多少なりともあったんですけれども、まあ、そういった意味では、ああいう研修だったりとか、ヒューガがやろうとしてることっていうのがですね、まあ、あまりイメージが湧いてなかった調剤薬局のオーナーたちが、改訂で出たじゃん、みたいな。こういうふうな出たと。ヒューガさんが言ってたことが、まあ、後でいいやと思ってたことがですね、もう やんなきゃダメなんだっていうのがドンって出たっていうところは、やっぱりあったのかなというふうに思っていて、まあ、私たちから言うと、それ言ってたでしょ、みたいな話なんですけど、っていうところなんですけど、実際そういうものが出て、いや、ちょっと急いでちょっと教えてくれみたいな。まあ、加盟するか加盟しないかっていうのはね、ありますけれども、やっぱそういう反響は、やっぱ、まあ、我々がやろうとしてたこととか、考えていたことが、まあ、国の報酬改定というきっかけで、目の前にさらされ、それに対して取り組まないといけないっていうところが、実際出てきたっていうのは事実だと思っていて、まあ、その引き合いになったのかなというふうには思ってます。そうですね。セミナーの参加数が、最初にす聞いたごい時ですでよね。すね、ちょっとバグってるっていうので、4月が300、5月が600何そうです十ね、そうですとね。かだったんで、1870店舗だから、1店舗ずつ、だ3分、半分か。半分ぐらいの方がもう、そういうのに、こう、興味持たれて研修受けてるっていう状況だった。今まではね、よく言って数十とかだったのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、そこは全然数字が跳ねたなっていうところで、いい。あれは結構嬉しかったですね、ほんとね。そうですね。その業界、加算っていう言葉に弱いですね。やっぱ加算がついて ないと、取れる取れないはね。それでやっぱ単価変わっちゃうんで、今営までは業、もう本当ね、に、利益率変わりますからね。そうなんですよ。意識がすごい高い系の人たちがずっと狙い聞いてたのが、まあ、それこそさっきお話した通り、厚労省のその加算ということによって強制的に押し上げられて、ちょっと聞かなきゃみたいな話で、まあ、そういうふうに半分とまではいかないですけど、それに近い加盟店の店舗の方が聞いてくれて、まあ、そこで我々の価値っていうのをまた感じてもらった部分はですね、あるのかなというふうには思ってます。そうですね。なんで、キラリプライムに関しては4月5月、まあ、調査報酬の影響っていうのは、まあ、今のところプラスで出そうだというところですね。で、あとは、
リージョンプライムって、多分名前が先行してちょっと分かりにくいんで、キラリプライムっていうのは薬局、在宅訪問薬局が、になれるように私たちが、サポートするっていうサービスで、リージョンプライムは、キラリプライムじゃなくて、プライマリーケアホームのモデルを、実際にやれるように私たちがサポートするというのが一応リージョンプライム。地域包括ケアのリージョンっていうですね、その地域っていうところにかけて、そういう名前になってるんですけど、実際複数社、引き合いがあるっていうところで、手応えありますっていうところで社長おっしゃってましたけど、本当に手応えありますか？ な頼みまかっすよったていうら、ね。なかったらですね、言わない？あれ言わないタイプなんで、私はどっちかっていうとですね、それはどっちがいいか悪いかあれなんですけれども、もう結構本当に、詰め詰めのところまで話を、させてもらってる会社さんが、2社ほどございまして、で、見学の方もですね、施設見学の方ももう10社以上は多分私も同席したと思うんですね。だからそういった意味ではですね、こういう場だからまだ、あの時はちょっと言わなかったんですけど、やっぱり薬局の、もう一つの柱になる、ノアの箱舟っていうとですね、逆語の方がちょっと悪くなっちゃうからあれなんですけれども、やっぱり一つ救ってもらえる、業界をシナジー、薬局本体のシナジーにもなりますし、そういった意味ではそうなる、得る、なり得る、事業形態だなっていうふうなことは結構理解してもらっていて、あとはやれるかな、うちみたいなパターンとか、そういったところをどう改善していくかっていうところで、弊社、キラリさんだからできるんでしょみたいなところはやっぱりあるんですよね。そうなんですね。見学に来てるオーナーさんからすると。でも実際我々も初めての介護施設としては事業だったし、実際今我々がやってることでいろんなことがあると思うんですけど、そういったことを初めに知れるっていうのは非常に大きなアドバンテージっていうのは、一定数ご理解していただくことは多いかなというふうに思っていて、そこの手応え的なものはですね、本当にこれからの部分はあるんですけれども、やっぱあるなっていうのは、私自身もですね。大体30店舗とか50店舗とか、持ってる数百店舗の社長さん、と一緒にですね、施設見学して、こういうものですよって話した時には、肌で感じていますから、その必要性だったりとか、っていうのはですね、ここでもお伝えできるかなというふうに思います。早く言いたいですよね。もうできましたってね。本当に、ですね、B2B はね、やっぱりね、いろいろあり、時間がかかる分はあるからですね、早く皆さんにお伝えしたいなっていうのは、私も本当に思ってるんですけれども、だから、キラリプライムの場合は、店舗数が少ないほど意思決定が早い。その経営者さんがね、の意思決定が反映しやすいっていうところの、その全く逆がリージョンそうプライムですね。では起きてしまうっていうところの足の長さが本当に、ね、もう、その、株価だけ考えると、それは早く言いたいよねっていうのは、あるので、仕上げよろしくお願いします。で、ですね、そういうふうにシナジーがあるっていうふうに私たち言いつつも、前期が在宅訪問薬局、全品割れっていうかなり、あの、しょ、ま、あの、なんですかね、投資家さんたちにも、って思われてますし、自分たちも全品割れっていうところで、そのね、利益はね、30%以上伸ばしてるんで、それ以上にその他の事業でカバーできたから、良かったは良かったんですけど、やっぱりこう、削業が、そういう状態だって、実際、シナジーがあるって言ってて、シナジーがあってもマイナスになってるっていうところが、やっぱり、良くないよね、というので、人不足で人さ、かなり取りましたとか、在宅患者のその営業止めましたとか、そういうことが前期起きてて、で、今期もう完全にこう巻き返しの年だと思うんですよね。
で、もうね、こう喋ってる間に第1クォーター終わってしまうんですけど、4月、5月、6月、3ヶ月連続でも出店してるんですよね。で、さっき言った、ドミナントをもっと緻密にして、現場負荷を減らすっていうところで、福岡と、千葉ですね。で、1店舗ずつ。まあ、合計2店舗。あとは、外来も混ざったハイブリッドが1店舗ということで、毎月出したっていうので、まあ、1Q の決算としてはですね、ここの出店コストと、体制整えるためのコストがですね、1Q にやっぱり結構乗っかってきてるんで、厳しいとは思うものの、6月からが、調査報酬改定の加算が取れるっていうことで、その6月、まだ閉まってないんで何とも言えないと思いますけど、感触としてはどうですかね。4月5月はもう薬価が下がっただけなんでマイナスじゃないですか。で、6月はプラスが、ようやくプラスが見えてくるっていうところなんですけど、ここ数週間ぐらいで現場とか社長も回られたりするんですけど、どんな感じですかね。前ピワレのちょっと視聴者の方にもうちょっとちゃんと説明したいんですああ、けそうでど、すね。売上の方は伸びてるんですよ。で、利益の方が前ピワレしてしまいましたと。で、まあ、これいつも議論になるんですけど、まあ、ちょっと現場の方に負荷がかかってしまって、離職が増えて、採用コストが増えたりとか、そういった面で結果的には前ピワレになりましたと。ただ売上の方とか在宅の患者さん自体は増えてるんです。で、ただそれも利益も伸ばしつつ、売上も伸ばしつつ、利益も伸ばさないといけないって重々承知の上でやってるんですけど、実際前期そういうことが起きてしまいましたと。ただそのニーズとしてはまだまだあるし、患者さんが増えててトップラインが伸びてるのは事実だと思ってますと。で、もういつも いろんな方とのも議論になるんですけど、やっぱり出店を止めるとですね、介護施設もそうなんですよ。出店してくれ、出店してくれっていうところで、やっぱり皆さんニーズがあるからっておっしゃ、あ、おっしゃられて、そうやって言われますと。で、ただその出店をするとですね、やっぱ先にその今、大西さんが言った通り、投資がどうしても出てきてしまいますと。で、出店をピタッと止めるとですね、利益率ぶって上がるんですよ。採用も減るし。ただ、中長期的に毎年毎年こう積み上げていかないといけないというのは事実だというのはもちろん私も理解した上で、まあ、そういう話をさせてもらっていて、ただ少なくともですね、緻密にこう施設、あ、緻密に薬局を出していくとか、店舗の負荷がかからないようにという出店の仕方、あと新規の採用で離職を減らしていくというところで、まあ、いろんなそれこそ HR 部もそうですし、私も店舗回ったりとか、いろんな部分においてですね、前期ほどこう、ガヤガヤしてるとか、なんか現場からの不満があるとかっていうことはですね、現状ではだいぶ改善してるかなというふうに思っています。ので、まあそういった意味ではですね、本当に出店コストと採用と、っていうところのバランスを見ながらっていうところはどうしても出てくる事業なんですけれども、現場の感覚としてはですね、良くなってきてるのは事実かなというふうに思いますと。ただ雰囲気と利益が、じゃあ同時にこうビュッて伸びていくかっていうところもあると思うので、そこはバランスなんですけど、少なくともトップラインは伸ばし、で、営業利益としてもですね、ある程度確保しながら学を積んでいくっていうところはですね、今後もできてくるのかなっていうふうに思ってます。そうですね。去年が、今まで大体年間600人から700人ぐらいずつ在宅患者さん増えたんで、1店舗あたり200人で在宅の店舗を持ったとして、大体3店舗、4店舗、出店していけば大体間に合うぐらいのスピードだったんですよね。で、前期が、今まで1年で伸びてたやつが、半年で600人増えてた。だからもう需要がめちゃくちゃ強すぎたっていうところに素早く自分たちが対応できてなかったっていうのはすごく自分の中でも反省だし、まあその反省があったんで今年ですね、もう前半で、3店舗で、もう今ももうすでに2店舗は、建設中とあともうテナント契約まで終わってるっていう状況で、まあ早々にもう今期の出店の計画っていうのは、まあ5店舗って出してますけど、5はもうほぼほぼもう見えてるっていう状況なんで、まあ、今まで後追いじゃなくて先にや、あの出して、しっかりそこをバランスしていくっていうふうに自分たちもこう、やり方変えてるってとこはですね、投資家の皆様にもですね、ぜひお伝えしたいなというふうに、思ったので、ちょっとこの話をさせていただきました。で、あとは、
セントラルファーマシーですね。もそうですう、ね。ここがもう本当にどうなるかっていうのが結構大きいですよね。これもね、話できないんですけど、そういうことをやってる方々ともつながりあるんですけど、やっぱり解禁の方向にはですね、やっぱり進めたいっていうのが、意向だと、厚労省の意向だっていうのは、噂でっていう言い方しますけど、言っていて、まあ、じゃないと結局、法律化できないし、人不足の中でできないと思うんです、そこの規制で縛ってしまうと。ただ一部の反対している人がいるっていうのも事実で、なんかもう本当政治の世界になってるのは事実かなと思います。私聞いていて。ただ、本質としてはやっぱり進めていくっていうのはですね、変わらない部分かなっていうふうに思っていて、またそれがちょうど1年ぐらいかかってやるんだと思うんですけれども、解禁になった時にはまた可能性としてはものすごく広がっていくのかなっていうふうに。そうですよね。今までにないモデルをいち早く誰がやるのかっていうのと、あと社長が黒木さんが言ってた一方化っていうのが、その在宅はほとんど一方化ですって言って、その一方化に、まあ、原さんね、黒木さんも役立ちでしたね。すいませんね。ごめんなさい。原さんね、一方化のその大変さ。で、在宅特有なんですかね、これって。そうですね、在宅もいらっしゃるんですけど、もう在宅はもうデフォルトでそれになるっていうところで、調剤するのに時間がかかるんですよ、簡単に言うと。まあ、細かいことはちょっと、あれ、分かりづらいんで言いませんけど、多分普通に薬を出すのの何倍も時間がかかったりとかするんですね。ってなると、やっぱりそれがあるとですね、業務が止まるっていうのが、やっぱりどうしても出てくるので、そういった部分をもう一括で作ってやると。やっぱり機械化していくことが非常に重要かなというふうに思っていて、そういった意味ではそこが解禁になるっていうのは非常に大きな一歩か、この国の薬局の生産性を上げるにも非常に大きな第一歩かなっていうふうには、個人的には思ってます。ですね。なんで、だからこれは、どっちかというと在宅向きの、より在宅しやすくなる会、なんですかね、方向だっていうふうなことですよね。その一方化が解禁されるってことは、結局その在宅って、一方化と、あとはその月に2回とかいうその定量的な配送っていうか、こう、訪問もするわけじゃないですか。だからその定量的なとこでルーチンっていうか、その定期的なとこにピタッとはまらして、その大規模な工場みたいなとこで作って、で、それをまあ監査するとことか、まあどっちの責任になるかとか、そこら辺ちょっとまだあるとは思うんですけど、そこはまあ、ヒューガがその強みがより強くなる可能性があるなっていうので、私はここは、当社にとって一番面白いというか、大きいし、まあ、これでどんぐらい労務効率が上がるんですかっていうのを、ちょっとまだね、言える段階ではないとは思うんですけど、相当上がるだろうっていう感じなんですかね。そうですね。労務効率もそうですね。労務効率も上がりますし、あの時に説明した通り、在庫も少なくて済むし、薬の後発品が何種類のあるの統一とかですね、もそうだし、その回を各店舗に一個一個置かないといけないっていうのをまとめておけるってところなので、多分投資がだいぶ1000万単位、1000万弱単位で減る可能性もあると思っていて、出店の。どれやってる一節、あ、1000枚すぎかな。でもまあ、でも相当せるなと思っていて、ですよあね。と、店舗の広さですよね。広いとこ借りなくてよくなるわけですよ。ってなると、その家賃負担とかも含めたとこだったりとか、あとはその労務コストですよね。なので、専門性のある人がずっと作っていくっていうところと、あれもこれもやると、店舗で。作りもするし、患者対応もするし、レセプトもするしっていうのをやらないといけないので大変だみたいなところが、やっぱり専門特化して、まあ工場になるわけですから、そういった意味ではそこの習熟度のアップだったりとか、そういったところも含めると、まあちょっと本当にどこまで解禁になるかがわからないので、まだ弾けないですけど、まあでも容易にそのいろんな効率が上がっていく。
ていうのは、まあ、ただ他の業界とかみんなもうそうなってますからね、なんか ま今、ね、今更 っていうところもあ、まああるんね、ですけど。避けられないとは思いますけどね、人は少なくなる、日本全体はね、少なくなるのはもう目に見えてるし、高齢者増えるのももう決まってますからね。そうなんですよ。だから、そういった意味では、容易にいろんなものが効率化して、収益率が上がっていくっていうのは間違いないかなっていうふうには思ってます。なんで、まあ、今期中というかもうね、夏ぐらいからもう、それに向けたマニュアルとか、まあ、テストとかっていうのをやれることはもう当社としてはですね、やるっていう計画にはなってるので、まあ、そこで準備を整えたいということですね。そうですね。わかりました。だいたい、あとあれですね、3等、年間3棟やってくれと。で、結構熱烈な個人投資家さんからも、もう自己資本比率は考えずにやってくれという、そういう方もいらっしゃい、ご意見賜ったりもしてて、まあね、その財務的なリスクをね、あまりに負って会社潰したらもう全く意味がない。ですし、キラリプライムまで含めたら5万人以上の在宅患者さんと、まあね、その実際施設も運営してて、なかなかその、迷惑かけられないというか、命かかってるんで、もう、無茶はできないものの、やっぱり、やれるんならやりたいっていうとこと、さっき配当と、この投資と、両方、じゃあ一気にどこまでやれるんですかって話もあって、だから、3等、年間3等やってくれ。株主優待もやってくれ。で、じゃあもう両方と思ってて、ある程度やっぱリソースは限られるので、そこの、だからさっき言ったみたいに実績と株主還元と、あとそこの財務バランスとキャッシュと、総合的に、ヒューガが、ホスピス系みたいに一本足打法、一個のね、事業しかやってないっていうんだったら、まあそれもで勝負するしかないですけど、ヒューガまだ3つ柱があるうちで、それぞれにやっぱいいとこ回って伸びてるっていうとこもあるので、ね、在宅をもう完全にやめて、じゃあ施設だけやりましょうかって。まあそういうわけにもいかないし、それぞれに役割と役目があって、それが一体となって初めて地域包括ケアっていうことだと思うんで、まあそこはなんか、やりたいのは山々だし、やった方がいいのはもう、その通りだと思うんですけど、そこは、いろんなバランスはあるっていうのは、やっぱり、ご理解いただきたいなっていうのは、私の立場からもちょっと思ったりはしてますね。サムエルズさんのあの自己資本比率が上がって、その後ボーンって回復するのとか、あそうのです絵を見ね。るとですね、あれが美しく見えるというところはありつつも、じゃあちょっと間違った時の恐ろしさっていうのは逆に大西さんの方が、まあまあ、財そうです務のね。責任者としてはもう勘弁してくれって多分思うんだろうなって思いながら そうですね。でもまあ、でも株価に対してもね、責任持ってるんで、それはね、株主さん喜ばしたいし、患者さんのためにもなりたいし、やっぱ社員さんもね、利益出ればその分お給料上げられるわけなんで、まあ、もうでも全て良しなんですよ。一つはやっぱりキャッシュフローが一番最後になるのかなと思いますけど、そのブックされる話もあるじゃないですか。ただ結果自己消費率下がると思っていて、ただそうす。まあ、リース会見の話ですあ、ね。そう、あ、ごめんなさい。そうですね。リース会計が変わる話があるので、ただ、キャッシュがしっかり回っとけば、多分そこはなんとかなるんじゃないですか。なんとかなるという言い方があれですけど、だから、見ながらも、まあ、配当を出したら自己資本比率下がるんで投資しづらくなるよねのは、多分個人投資家の方、両方トレードオフの話をしていて、だから、まあ、そこは確かに。その自前で立ててもらう、配当を出あ、そうす、ですね。ね、っていうところをこう、多分もう最後に閉まる前にこう計画立てながらやっていくっていう、まあ、それこそ多分CFO を。あ、別に投げるわけじゃないですよ。いや、もち CM ろん、もさちんろん。の腕の見せ所の部分おっしにゃる通り、おっしゃる通り。なってだきからたのかね、なって思いますそう、よ。あ、そうなんですよ。私、ちょっと言い方間違ってたのが、スピード早めて立てようと思うと、自分たちで、お金借りて立てた方が早いんで、3棟やるんだったら、自分で金し借り、結構借りないといけないなっていうのが、前提としてあったんで、ちょっと言い方が間違ってましたね。借りてやるのもあるわけですし、ただまあ、PL の負担が重いのはどっちにしても一緒なんで、それをまあ、リージョンプライムとかでカバーしながら、そっちの方ですね。利益も出して、
そういう還元もできるような形にするというところで。って言って、あ、すみません。QA 来てますね。ここで QA、あと2個来ているので、この2問答えて、今日はもう21時過ぎちゃったんで終わりましょうか。そうですね。はい。うん。すいません。お待たせしました。すみません。Q&A に2つ届いておりますので、ちょっと読み上げさせていただきます。では、1つ目です。黒木社長をはじめ、経営陣の皆様の中で、中長期的には、このくらいの時価総額は目指したいといったような目標はありますでしょうか？というご質問です。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。あれ？これ言うか。中長期的にっていうところが何年かっていうところもあると思うんですけど、まあ少なくともですね、今の時価総額よりも、この30%ペースで伸ばしていった時っていうのは、まあパーも考えてどれくらいとかっていう考えるとですね、まあ今のままでは全然ないなっていうのは自分自身も思っていて、まあ今の数倍にはしていかないといなってくるんじゃないかなっていうことはですね、私自身も思ってますし、それができる会社ならじゃないかなっていうふうには思ってます。私、経営陣の一人としては、まあ、海外機関投資家が、まあ、今でも何パーセントか海外機関投資家さんいらっしゃってて、海外の方とも話してますけど、やっぱり300億円超えてくると、時価総を超えてくると、やっぱりこう目につきやすくなって、海外 IR もすごく有効になってくるっていうところからもあるので、私はそのバーを超えて、やっぱり日本の高齢者マーケットのビジネスっていうのは、非常にヨーロッパの方とかでも注目されて、いて、まあ、何社とも話したことありますけど、まあ、そこがちゃんと投資してくれるようなレベルに早くなって、そこからまた上をもっと目指せるようなとこに行きたいなというふうに私は思ってます。はい、ありがとうございます。次のご質問に行きたいと思います。すごく魅力的な事業を運営されていると思うのですが、やはり毎年のように、特に経常利益の数字を下方修正しているのが、中長期で持つにはリスクが高いと感じてしまいます。この数字をぜひコミットしていただきたいです。とのことです。じゃあ、回答をよろしくお願いいたします。まあ、もうこれ、どちらかというと要望だと思っていて、回答というよりはですね、もう本当におっしゃる通りで、上場している以上、今日もずっと話してたんですけど、やっぱりやるって言った数字をやりきるかどうかっていうのが僕らの仕事だと思ってますので、もうそこのところはですね、肝に銘じて、やっていかないといけないっていうところが、僕ら経営陣の役割かなっていうふうには思ってます。まあ、ただ、なんていうんですかね、中期計画を、まあ、1年ごとに見直すってことは、会社の状態ってとしてもあると思いますので、そこのところはある程度ご理解いただきたいな、なんていうんですかね、僕らって結構、なんていうかな、もう話してたんですけど、同じ時期ぐらいに上場してた会社がこうするっていうのと比べて、パカーンと下げるとかですね、そういうことじゃなくて、結構手堅くやる事業だと思って、ているので、まあ、そこのリバイスっていうのはちゃんとかけ入れやすいようにしとかないと、本当に中長期的に会社がおかしい。それは上も下もですよ。だから下げますって言ってるわけじゃなくて、上も下もそういう部分はどうしても経営って出てきますから、そういったところは、ちゃんと説明させていただきながらご理解いただきたい部分はあると思ってますと。ただ、まあ、上げた数字をやるっていうのはですね、僕らの責務であるっていうふうには思ってますので、そこのところを踏まえて、まあ、お答えというよりは、叱咤激励と受け取ってですね、やりたいなというふうに思ってます。当社の公表の数字が安牌踏んでないっていうのがもともとあって、届くか届かないかっていうので、皆さん投資家さんが見てる目標値と、社内で見てる目標値って全く一緒なんですよね。二重予算して、多少超えていけるようにしときゃいいやっていうやり方もあるとは思うんですけど、やっぱり真っ正直にそこはやるっていうのが日向の形だと思うんで、いつもギリギリでなんとかそこを最後も最後まで戦ってるっていうところで、ただやんなきゃいけない、そこにコミットしていけるぐらい、やりきるっていうね、ちょっと足りなかったじゃなくて、1円でも足りなければそれはもう未達だっていうのはもう十分、こだわるべきだっていうのはですね、今日の、取締役の中でも話はあったんで、こだわってはいきたいというふうに思って、いつもやってます。はい。ありがとうございます。